はい、今日はですね、このナスができているので収穫の方をねしていきたいと思います。ね、一緒にパセリも植えてあるんですけどね、ちょっとこれを収穫していきたいと思います。はい、今日はですね、こっちの左側のやつがね、あの京ナスみたいなね、丸っこいナスで、こっちがあの長ナスっていうね、普通の種類です。ね、今日はこれだけ収穫できました。まだね、こんな風にまだ実がなってますけどね、はい、もう少し成長を待ちたいと思います。ね、一気にできすぎちゃってもね、ちょっと取れすぎちゃって大変なんですけど、自分たちでね利用する分にはちょうどいいんではないかなと思います。だからね、今これ長ナスが、10株10ポットですね。で、京ナスみたいなこう丸っこいようなナスが10株割って20株割ってます。で、20株ぐらいだとね、ちょっと毎日これぐらいの量がね取れるんですけどね、一応食べきれる範囲かなっていうねぐらいの量ですね。ちょっと飽きますけど、はい、また生育状況の報告していきたいと思います。